行動館記念碑行動館は、江戸時代中期に、日本の佐賀藩が設立した藩校である。行動館といい、水戸藩、伊豆市藩の同盟の藩校と並んで、天下三行動館の一つと称された。1781年、佐賀藩第八代藩主、鍋島春重が受学者の小笠理に命じ、佐賀城に近い松原工事に、藩校、行動館を設立した。 設立にあたり、熊本藩の藩校、自習館をモデルとした。鍋島春重は、石井鶴さんを熊本藩に派遣し、成功した改革と藩校の関係を学ばせた。改革の秘訣は、改革の担い手となる人材の育成にあった。鶴仙自身も、鍋島春重の許可を得て、幕臣の大田南保、広島藩の来春水ら学者と交流を深め、 親しい間柄になった。それと共に、諸国を遊歴した。安永年間には、大海、美野、尾張、川道の区では、江戸、かず下下さ上野、下付、信濃大阪、山陽諸国を、天明年間には、日後、薩摩、江戸、北陸及び、山陰諸国、筑前、長戸、大海、京都、伊勢、尾張、大阪、 山陽諸国を訪れて、打藩の改革事例を収集し、諸国の実情の把握に努めた。小賀整理は、行動官の初代校長閣、石井鶴さんは、共闘閣となった。1806年、小賀整理の子である、小賀国道は意見書、学生関係を提出した。この意見書で、教育予算は削らず、逆に3倍に増やすべきなどと提言し、 教育の重要性を訴えた。これは、江戸時代の教育論としては、現在も評価が高い。1830年、第10代藩主、鍋島直政は藩主になると同時に、行動感の充実を支持した。1840年、鍋島直政は、北堀端に移転拡充し、もう守る社を設立した。もう守る社では15歳以下の藩主の指定を教育した。 小賀国道が直政の教育係を務めた。国道が学生関係で訴えた政策はほぼそのまま実施されたと言える。例えば170国だった教育予算は1840年には1000国に増加していた。幕末から明治新政府で活躍した、添島種臣、大北加藤、大熊重信、佐野城民、江藤新平、東吉武らの佐賀藩氏は、 行動館の出身者である。行動館の教育理念は、旧正佐賀中学校と進む教小学校に受け継がれた。進む教小学校は、年少者が学んでいた、もう守る者を継承して開校した。その校舎の2階には、現在も資料室、開古堂がある。旧正佐賀中学校は、行動や方後に開校した。佐賀県が、 行動官の名を冠した様々なイベントを展開している。この一部について、商標権をめぐり、鍋島市子村と佐賀県との間で訴訟になっていることが、産経新聞で2018年10月に報じられた。佐賀藩中高の祖、鍋島春重の改革を支えた、ええ石井鶴山の生涯改革ことはじめ教育は、聖域人材育成最大の遺産に佐賀藩校行動官、 あと地位書書、鬼丸制度を後佐賀の歴史、文化お宝町、勤労の先駆者、横尾紫要素の障害と監視がある。添島博之編、全本社、2001年、行動館商標使用をやめて、佐賀藩主の子孫、県を提訴、セミナーの内容争点、史実と無関係、非常に、有意義。 産経新聞長官2018年10月11日2018年10月15日閲覧。ありがとうございます。